皆さん毎度毎度10%セニングは繊細な仕事はできますがはいう先生毎度毎度ね10%セニングで仕上げようと思うとね全部ね開閉回数がね本当に500回以上になるからねま,まあお客さんが不安になりますよね。若いとね10%セニングで回数ねガチャ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 やるのがねかっこいいと思っちゃうんだよねだけど自分もね。 やっぱ女の美容師のね若い先生が何か話してたんだよねエフェクトカットあれ絶対怖いわよねってね、まあ、そういうの聞いてからねちょっと仕事を考えなきゃいけねえなってんでね意外とやってる人って気がつかないもんだよね自分が恐ろしいことやってる怖がらしてるっていうのをねはいこれは今10%センニング出るとこんな感じになってねグチャグチャグチャってねもう仕事が早く終わらそうと思うとこんなのちゃやっぱ怖いのね本当に。 お客さんのセニングはパーセンテージ知りませんからって本当だよ10%だからあんまり減らないんですよだってやっぱりやってる行動そのものが怖く見えちゃうっていうのもう最近10%セニングは前髪のあたり繊細なとこだよね1本単位の調整これやっぱりね10%じゃないと著者にね20%で間違えて20%使ったことあるけどあれないよみたいにちょっとやりすぎちゃうんでやっぱね10%であの繊細にね1本ずつ折って。 特に男の子の前髪のストレート系の場合ねほんと1本単位の調整っていうのが必要になってくるからねカットする人って意外とこう真面目に切るとね前髪だけちょっと切ってたってねいやワンレングスのボブ切った方が簡単でなるよね前髪のね神経の使い方っていうのは半端じゃないからね今回も言うけどねご神器様の前髪カットって言われたらねほんなさ全体筋のと一緒。 もうね手間というか神経のつい方はねまあそういう方はね500円ぐらいで切ってくんねえかと思うけどちょっと甘いってなっちゃうよね。で最初に「前髪カットいくらですか?」って「1,000円」なんつってねほんでワンカットで済むのかなと思ったらこっちもあっちも薄くしてとかね前髪の領域もちょっと増やしてとかどん,どん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 仕事増やされちゃってね。 日本のね美容師さんね日本人はねそういうとこねあやふやで甘い感ねめんどくさいっつっても料金請求しないでああやだやだって言いながらカットを進めてねアメリカとか海外欧米人の方はねできませんって言葉っちゃ、ね、ワンカット切ったら終わりですみたいにねこから先は別料金ですってきちっと言うらしいよねそんなこと日本でやったらさあそこの美容室の先生ケチクソとかって言われるからねそういうの言われたくないからね言い,いなりになってやってねで最後チップかなんか置いてきゃいいよ。 まあ、アメリカの方だと置いていくらしいけどね日本なんかそんなことを、ね、ビタが一文余計に払わねえっていうの、うんあまあまあ、<laughs> まあそんなもんだよね日本の美容業界ね話は最初に戻るけどねあの20%セニングでねいかにゆっくり丁寧にやっているように見えるか、まあ、いろいろ考えた感じ2兆を持ってやれば倍の速さになるよね。 それでやっぱりね、小回りが効かなくなってゆっくりやるしかなくなるんでねこれ2丁縛りねドライヤーもそうなんでドライヤー2台で持つのって言ったらガチャ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 ドライヤー振り回したくないんだよだからねドライヤー2台で乾かすんだよねそうすると早く動けなくてまあ 落ち着くんじゃないかな？お客さんもちょっとわかんないけど、<laughs> まあ、たまにこの説明はするけどね。ドライヤーなんで2台持つのってね。あのあと20%セニン,ングに黄色いマスキングテープ貼ってあんのね。これハットがねえとさどっちが10%だかわかんなくなっちゃうんだよ。<laughs> はい、お疲れ様でした。